どうも影やんです今日は、えー、時間を使うっていうことについてお話しさせていただきたいと思います。 時間を使うっていうこといこはですねどういうことかというとそのお金を使うか時間を使うかで何かをこう成し遂げたりとかやることができるようになるということがあると思うんですけどもね特にネットビジネスとかねそういうことを考える時にですね何かをやるためにね何かを手に入れる。 結果を出すためにですね、えー、お金を使って情報を得てですね、えー、その結果を出すかそれと時間をかけてですね自分で調べたりなんかこういろいろ試行錯誤しながらですね、あのー、その結果を、えー、導き出すというか、えー、そういうことがあると思うんですけども僕はね、えー、あまりお金がないんでですね時間をしっかりかけようかなというふうに思っております。だから、あのー お金もかけないでですね、時間もかけないで何かを成し遂げるっていうのことができるいうことはね、ほとんどないというふうに思うんですね。で、もしできたとしてもそんな大したもんではないような感じがしますね。やっぱりその時間をかけたりお金をかけたりすることによって、やっぱ結果を導き出すことができると思うんでね。あの、お金がね、ないっていう人も、 えー、諦めるんではなくてですね時間をかけてみるっていうことですね自分の時間をかけることによってですね、えー、結果を結果に近づけることができると思うんでねあの是非お金がない人は時間をかけてみましょうというふうに思いますで僕はあのしっかり時間をかけてこう覚悟を持ってね、えー、取り組んでいきたいというふうに思っていますもちろんちょっとこう緩む時もあるんで気持ちがね緩むこともあるんですけども、えー、しっかりとねあのー そうですね、僕の場合やとその継続することはできてるんですけど改善することができてないんでねその改善することに時間をもっともっとかけてですねほんでいろんなことで、えー、マネタイズですねマネタイズもできるようになりたいな、ま、マネタイズすることがやっぱ結果を出すことやと思うんですねビジネスで言うとですねと思うんでね、えー、それをね、えー、お金をかけずに時間をかけてやっていきたいというふうに思っておりますということで、えー、時間を使うっていうこと についてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。